く。よし、行け。どれにしよう。よし、2つとも完成。組合本部に持っていこう。これで大丈夫です。いつの間に品評会などという話に。ご依頼の品です。どうぞ。ほう、造形はかなり感覚寄りだな。俺は嫌いじゃないが。うん、全体に甘さと荒っぽさが目立つ。造形は一見美しくはあるが、細部の精度が低い。しかし、この彩色は一体どのような手法で。我々が採掘した魔石では見たことのない色合いだ。通常のガラス細工では不可能な表現だ。これが錬金術というやつの特徴か。근데문제는이거어떻게하는가방법을알려줘도이사람들이할수가없어 연근가마에재료집어넣고휙젓는다 이것밖에안되잖아이야우와사니다가와는미고토나우데말我らともに錬金術というものを侮っていた。見たことのないものを見せてもらったよ。これは俺たちの方から協力を頼みたいくらいだ。そうですか。いや、本当は魔石とガラス両方を組み合わせたりしたかったんですけどね。え？笑えん冗談はやめてくれるか、錬金術師殿。ありえん話だ。すいません。ああ、だが確かに組合長代理が相談相手に呼んだだけのことはある。我らも協力を惜しむものではない。我が魔石派を何とぞよしなに。相談相手に呼んだ。ああ、こちらこそよしなに。お疲れ様、ライザ。今日のところは退散するか。うん、アトリエに戻ろう。どうしたの、ボス。あんまり機嫌が良くなさそうね。ライザか。いや、少し考え事をしていてな。お前、今まで空剣島の年寄り連中の頭が硬いって思ったことはあるか。何よ今さら。まあ思ったことがあるっていうか、ずっと思ってたっていうか。最近は随分変わったなとは思うけどね。今までは話通じないなとか思ったりはしたかな。実は俺もそう思っていた。父さんなんかはああ見えて割と融通が効いていた方だと思う。モリッツさんは自己主張がちょっと強いだけで結構話は聞いてくれるんだよね。俺は連中の頭が固いのはクソ田舎に引きこもって新しい情報が入ってこないのが大きいのかと思っていた。が王都でも割とそういうところがあったし、このサルドニカは場合によっては島よりひどいかもしれん。つまり空剣島だけが抱えてる問題じゃないってこと。俺には場所の問題ではなくて人間の問題のように思えるな。年寄りの方がその傾向が強い気がするが、若いのでも顔面なやつはいたからな。なるほどね。そういうボスも以前は割と頑固だった気がするけど。나름라이자도이제마을구성원으로서일을하고있으니까요。그안에들어가서겪어보니까좀시각이달라진거겠죠。아이카와라즈우르사이야츠다나。でも私は今のボスはそうでもないように思うけどね。タオじゃねえか、何そんなに見てんだ。いやバカバカしい話だなと思ってね。ん？何の話？
この町の2つの派閥の対立についてだよ。初めからちゃんと互いの話を聞けばまた違ったと思うんだ。まあそうかもな。なんでこういう対立って起こっちまうんだろうな。もともと仲が悪くて喧嘩してたっていうなら話はわかるんだけどさ、そういうわけでもないんだよね。お互い自分の正義を主張しているからってことかな。自分こそが正義だ、間違ってないと思ってるから引っ込みがつかなくなるんじゃないかな。なるほどね。そういうのって人の感情が絡むから厄介だよね。うん、まあこれって実は人事じゃないんだけどね。というと？僕たちだって以前はボースと衝突してただろ。ああれだってこの町の問題と比べれば程度は軽いけど根っこは同じようなものだと思うんだ。まあそうだよな。あれも最初は些細なことから始まったんだったが、ややこしくこじれる前にお互いちゃんと話すことができてればまた違ってたのかもしれないよね。それこそ自分の正義を主張しちまったってことだよな。どこにでもこういう問題は潜んでるってことかもしれないね。ごめんください。あ、フェデリーカさん、皆さん揃っておられるようですね。まったく両派の対立をうまく利用されたものです。すみません、私たちの側も手段を選んでられなくて。お互いにとって悪い結果じゃなかったと思うな。あの後錬金術師殿を我が派に引き入れつつあるとしつこく主張された私の身にもなってください。すいません。それで御用ってのは？はい、実は例のものが拍子抜けするほどあっさり見つかりました。例のものってまさか。はい、おそらくはこれですよね。チェキや？これ도시락통이야。宮殿の扉の文様とそっくりだ。こっちは手のひらくらいの大きさか。関わりを探すってことではいきなり大正解だな。いや、作판인가？これは一体どこに？あっさり見つかったって言ってたけど。先祖の祭壇の前にあった古い小箱の中身がそれでした。なんでまたそんなところに？はい、この町はずっと昔とある錬金術師様から魔石の扱いを学んだのです。錬金術師から？錬金術に頼らず魔石を扱えなければ交渉にあらずという意見が主流になって刃元を分かったようですが。ちょっと手に取ってみていい？はい、どうぞ。どう、ライザー？何も感じないかな。魔石も力をなくしてるし石板に仕掛けもなさそう。単なる装飾品なのかも。お役には立てませんでしたか。とんでもない！これ以上ない収穫だよ。手がかりがここにあったって確証が持てたんだから。調べる焦点が絞れたわけだからな。フェデリーカ嬢、その錬金術師に関して引き続き調べてもらえないか。え、フェデリカ도이번작에서전투에참여하는캐릭터예요。はい、わかりました。あ、そういえばもう一つ用事があるんです。これは？いきなりの依頼となってしまいますが、あなたの錬金術でこれの純度を高められませんか？多分できると思う。素材がそれしかないので、できれば失敗は。あと、この依頼については口外無用でお願いします。うん、わかった。みんなもお願いね。これで
かな。依頼には沿ってると思うんだけど。はい、この粘土と純度ならいけると思います。よかった。ところでそれは何に使うものなの？これは魔石とガラスを滑らかに接合するために用いるデュエット溶剤です。これがあればきっと私でも。すみません、ライザさん。いえ、錬金術師ライザリン・シュタウト殿。플레임으로부른다는것은뭔가はい。あなたが工芸から新たな視点を得ようとしているように、私もあなたの近くでいろいろと学ばせていただくことはできないでしょうか。え？뭐야、제자받아달라는거야？하긴라이자도슬슬제자를받을때가된것같긴한데。サルドニカに滞在する間だけでもいいんです。私がいれば両派への橋渡しも話が早くなるはずです。私にも成し遂げなければならないことがある。どうかお願いいたします。私たちは大歓迎だよ。本当ですか？よかった。仲間が増えたな。仲間、それなら皆さん、私のことは呼び捨てにしてください。敬語もなしです。じゃあよろしく、フェデリーカ。はい、よろしくお願いします、ライザさん。근데저뒤에카운터에서보고있는직원은 이대화다들릴까? 소치와개고야매나인다미나산도시우에ですから데와우기야수이요안나니이러이러と申し伝えてきます。さて、組合長代理の助力も得られるってことで、改めて両派の技術を学ばせてもらおうかな。私もたくさん学ばせてもらいます。アルベルタさん、二人をお連れしました。역시이쪽에서는클라우디아가 반대편에서는보스였으니까。これはどうも。二人揃ってお越しとは、正規の彫像を我がハニーとのお達しかな。アルベルタ、またそのような。冗談だ、組合長代理。ただ、我らは常に期待に応える用意があると示したいだけだ。今日は私の用事なんです。錬金術の参考に技術を学ばせてほしくて。おお、ご決断なされたか。喜んでお教えしよう。え、そんなあっさりと。伝統の技術をいいんですか？意外か。我々は確かに古き伝統を守る側だが、だからといって排他的でいるつもりはない。錬金術師殿が我が派の心を継ぐにふさわしい人となりであるのなら、技を伝えることに躊躇はない。이쪽은또무슨성품？それじゃ。ただし伝えるにも一定の手順は踏んでもらう。あなたの交渉としての力を見定める、いわば儀式だ。自分で目利きした魔石を持ち帰っていただく。伝統の技を継ぐにふさわしい感性があればできるはずだ。うん、そう来なくっちゃ。ルジャーダの魔石ですか。ということはルジャーダの結晶を使う気なんですね。ああ、正規の彫像作成には本気で取り組む。できれば錬金術師殿も加わっていただきたいのだが。まあその話はおいおい。アルベルタさんご所望の品お届けに上がりましたよ。へえ、さすがに早い。私も見習って
今この場で鑑定させてもらおうか。十分以上の質がある。良い目を持っているな。やはりあなたは我が歯の心を継ぐにふさわしい方だ。合格ですか？ああ。それじゃあまず作業の現場を見ながら魔石装飾の歴史などを話すとしよう。作業を見すぎて目が疲れた。大丈夫ライザ。ライザさん、アルベルタの方はどうでした？うん、ちゃんと合格したよ。技術は滞在中にじっくり学んでいくことになるね。よかった、おめでとうライザ。とばかりも言っていられなくてさ、いきなり課題をもらってきちゃったよ。やはりアルベルタは厳しいですね。それで課題とは？錬金術でいくつかの結晶を作ってこいだって。それをお互い観察して神秘眼を鍛えるとかなんとか。アルベルタさんにとっては錬金術も自分たちの技術を磨く教材の一つなんだね。なんというか申し訳ありません。いいよいいよ、いっそのことアルベルタさんがびっくりするようなすごい結晶を調合しちゃおう。これで大丈夫です。どうぞ。ルジャーダの結晶です。指示通り何個か用意しましたよ。錬金術は本当に自由自在なのだな。まるでガラス細工のようですか？天然自然の形を技にて磨き上げるのが我ら魔石派。それを制限としか見なさない者たちとは志が違う。과거아틀리에시리즈스크린샷중에하나있잖아요。인터넷에떠도는스크린샷중에하나。로로나가토토리에게호문클루스재료아직토토리나이는이르다고알려주지않는거였던거요？正規の彫像にもこの志を込めねばならない。ガラス細工の見せ物などにはしたくない。錬金術師殿もこの誇りある側に立っていただきたい。技術を伝えるのはその理解を得るためだ。ひとまず技術習得に励みます。サベリオさん、少し時間をもらえるか？これはこれは、組合長代理に錬金術師殿まで。ついに我がガラス派への合流を決心してくれたのか？いえ、そろそろ錬金術の参考にそちらの技術を学ばせてもらえないかなと。ふん、なるほど、ついに来たわけだね。くない？やっぱり調子のいいお願いですか？いや、むしろあなたには積極的に学んでほしいと俺個人は思っている。しかし他のガラス派の交渉にもライザさんの力を見せつける必要があるのですね。そう、我々は交渉すべてを公正に扱わねばならない。それが新しさの芽吹く場を守るということだ。故郷を思うとどうにも耳が痛いな。空間島も変わってきてるよ。それで公正に扱うってのはどういう意味です？平たく言えば、あなたがここで教わるのは贔屓や縁故からではないと周囲に示せばいい。실력이있어。平たく平たく言えば、文句を言わせないくらいすごいことをしろと。また何か調合します？俺はあなたの腕前をもう知っているし、今度は交渉たちにアピールできる派手な功績がいい。具体的には？硬質ガラス製造に必要な功績を取ってきてもらいたい。
正規の彫像作成には絶対に必要だ。シンティラ鉱石ですか。あれはクレリア地方でも限られた産地でしか。貴重な素材ということか、ライザ。うん、そういうことなら話は早いね。待ってて、お望みのものを持ち帰ってくるから。お互いのためにいい結果を望むよ、錬金術師殿。採掘場所を伝えよう。ヒロさん、관련이요。シンティラ鉱石を取ってきましたよ。おお、さすがだ錬金術師殿。これほどの成果があれば誰も文句は言うまい。후속작이야지를필요의사관련으로남겨두긴했었잖아요。자아すべてを一朝一夕に伝授することはできないが、まず基礎的なところから順を追って教えよう。やったお願いします。お疲れ様です、ライザさん。どうやらうまくいったようだな。그칭송도모바일로계속나오고있고모노크롬메비우스도사실상또다른세계선이야기모노크롬메비우스에서나온것도보면은어떻게든계속늘리려고하는것같아요。それと新しい依頼も受けちゃったよ。たった今採取したものでか。サベリオは相変わらず気が早いですね。どんな内容の依頼なんですか。ライザとライザアトリエ관련으로더낼수있지않을까요。それが錬金術で分厚い板ガラスを作ってくれって。錬金術で板ガラスを。うん、新しい技術は何でも試してみたいんだってさ。錬金術もあの人にとっては新しいものなんだね。私にとってもそうですよ。新たに接した驚異的な技術としか見えません。立場によって見方も違うということか。よーし、それじゃ錬金術の力を存分に見てもらうとしましょうか。일단첫번째작을플스5용これで大丈夫。はい、どうぞ。これが錬金術で作ったシンティラのガラスです。ありがたい。通常の製法との違いを調べることで我々はまた一歩新しい未来に近づける。ガラス派の人はいつも楽しそうですね。それを聞いたらますます楽しくなるな。まあ町にはこの弾む心地を解散無粋者もいるがね。なるほど。この新しいガラスにかけて正規の彫像製作を射止めてみせよう。錬金術師殿にはぜひとも組合長代理に我らガラス派を押してもらいたい。よろしく頼む。直接的なのは嫌いじゃないけど考えときます。いろいろ学べた気がする。一度アトリエに戻ろう。それで実際に両派から学んでみてどう。ライザは元から手先が器用だったし、なんとかなってんだろ。本職の技よ。手先が器用程度でいきなりなんとかなんないよ。그안에몬스터들토벌해달라는거예요。ま、地道にやってくよ。覚えは早いって言われてるのがせめてもの励みかな。あれ、フェデリーカ、なんだか元気ないみたいだけど、どうかした？そう見えてますか？ダメですね。これじゃあ代理すら務まらない。おいおい、随分と落ち込んでるな。ライザさんの調合を間近で見て、自分の至らなさを痛感していたところです。正規の彫像着工まで時間もないのに、
このままじゃ実現すら危うい。どうにか両派の納得する落としどころを見つけなくちゃいけないのに、私にはその力がない。フェデリーカ、交渉としても尊敬を集めていた父なら何事もなく両派の腕前を判定できたはずなんです。彫像も数ある催しの一つでしかなかった。それが父の死後、いつの間にかこんなことに。そうなったのはフェデリーカのせいでも、もちろん亡くなったお父さんのせいでもないよ。それも理屈ではわかっています。でも現に両派のいさかいは起きて、町を壊すかもしれない勝敗が間近に迫っている。そしてそれを決めるのは交渉組合長代理の私。接する機会が増えたライザさんならお分かりでしょ。両派は交渉として真剣に張り合っています。うん。だから安易な妥協では止められないんです。両派が納得して矛を収めるだけの何かがないと。でも私の力ではどうしても。私たちに手伝えることはない？直接関わるのは無理かもしれないけど、石板の調査をお願いしたり、工芸について教わったり、いろいろ協力してもらったから、そのお礼としてさ。そうだね。一人じゃできないこともみんなでならできるかもしれない。ライザさん、頼るべきかどうかずっと悩んでいました。でもきっと私だけじゃ解決できない。交渉本部に来てくれませんか？見てもらいたいものがあります。ただいま戻りました、アンナ。お帰りなさいませ。あれ、皆さんもご一緒ですか？皆さん、そちらはランベルティ家の人以外立ち入りは。私が許可しました。今日は特別なのです。あ、はあ。皆さん、こちらです。すごい数。これ全部ランベルティ家の人が作ったもの？みんな、よく見ろ。ここに飾ってあるものは、光る魔石とその間に光を通すガラス。まさか両方を使ってるのか？ここにあるもの全部？はい。これらは100年近くの間、父や祖父、曽祖父が双方の素材を組み合わせようと努めてきた証。最初はただの工芸上の道楽だった試作品が、いつしか両派の融和を図る悲願へと変わったもの。しかし技術的に完成の域に達することができず、日の目を見ることのできなかった無念の秘宝です。十分綺麗に見えるけど、これで未完成なんだ。以前デュエット溶剤の調合をお願いしましたよね。あれを使って私もとある工芸に挑戦していたんです。そうだったのか、知らなかった。一人で成し遂げなければならないと思っていたので、こっそりと。俺にはその気持ちがなんとなくわかる。それでまだ未完成ってわけか。はい。その品は父が生前作ろうとして成し遂げられなかった融和の工芸品なんです。これを完成させられれば両派が納得する、その自信はあるんです。일단얘를데리고다른지역도왔다갔다거리려면은이마을에아버지가남긴유산이라고할수있는이조합장자리이거부터해결을해줘야될테니까요。でも
父が亡くなった際に図盤も失われてしまって、完全に手探りで巧妙が見えない状況に。フェデリーカ。あ、はい。もっと早く言ってくれたらよかったのに。ごめんなさい。うんうん、謝らなくていいんだよ。立場があったんだもんね。それはまだ遅くないぜ。これからたくさん頼ってくれよ。レントさん、ありがとうございます。鉱山地帯の先にある森で紛失した亡き父の図盤帳を私と一緒に探してくれませんか？それさえあればきっと完成させられるはずです。おう、任せろ。みんなで探せばきっと見つかるよ。よろしくお願いします。